はいどうもパチオです。今日はね名古屋市の方は、天気はねそんなに悪くないという、まあ曇ってはいるし、さっきポツポツ雨降ってたんですけど、まあでも晴れ間も見えるし、でもね昨日雨降った影響でね今日めちゃめちゃ風吹いてるんですよ。まあ今ねひょっとしたら風吹いてるかもしれないけど、このね木のざわめきが見えると思いますけど、竹やぶの中ですね。で東京の方はね雪降ったみたいで、まあなんかね転倒とかで100人以上が怪我みたいなニュースもあって、まあ僕もね雪国育ちではないんですけど、別にあの雪で滑ったりとかはしないんで、あーとか思ったりはするんですけど、まあね雪国マウントみたいな言葉がね生まれたりとか、まあ何年か前からありましたけどね、そういうこともあります。今日の話なんですけどね、不幸と、幸福のお話です。まあ、特にね経済的なことの話が多いと思うんですけどね、皆さん新三種の神器って知ってますか？令和のやつですけど、僕これ知らなかったんですけど、ドラム式洗濯機で食洗機で、あと自動で掃除してくれるオートで動いてくれる掃除機が新三種の令和の新三種の神器らしいんですよ。まあこれあったら幸せかというか、まあ生活がだいぶ楽になるっすよね。まあなんだけど別になくても生活できるじゃないですか。まあそれこそ江戸時代とか昔の人はね、そんなもの一切使ってなかったわけです。三種の神器っていうのが登場したのも昭和の30年代40年代ぐらいじゃないですか。電気掃除機、電気洗濯機、あと冷蔵庫かな、ああ違う、白黒テレビか、冷蔵庫、白黒テレビのあれかな、電気掃除機かな。ああなんか風がすごいことになってきたな。ちょっと場所を移動します。風が通らないようなところに、おっとここでいいかな、ちょっと風マシになってないかな。林がね、ちょっと今林の出口に近いところだったんで、まあというようにね、まあこれがあれば幸せだよって言われていたものですら、どん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 ベースが上がっていくわけです。まあ最低時給1000円とか最低時給1500円とかの話もそうですよね。今僕無職なんですけど、まあ、何でもいいよっていう仕事がいい状態になった時に楽な仕事したいっすよ。でも楽な仕事って多分時給少ないっすよね。でその楽な仕事をするにあ、まあ選びたいとは思ってるんですけど、まあそれがね時給で生活できないんだったら、まあちょっときつい仕事をやるしかないんです。1500円だったらすごいいいですよね。嬉しいと思います。なんですけど僕仕事辞める前の時給がまあだいたい1500円をちょっと超えたぐらいなんですよ。うん。それってさ、僕が10年ぐらい頑張ってきた結果そのぐらいの給料になって、まあ他の会社の人からはお前ちょっともらってなさすぎだろう、もうちょっと言えばいいやって言われてたんだけど、いやーでもねうちがゼネコンさんからもらってる額って大体把握してるからさって、俺が現場行っても会社の利益が全くないっていうのまずくねってだからこのぐらいの給料でしゃあないよって、俺ら別にそんな負荷の高い仕事もしてないからさってで僕は40代だけどおじいさんでもやれる仕事やぜってまあ楽してるからねとか言ってそっか、いやお前もうちょっと別の仕事やったらなんていう話はねよくあったんですよ。まあなんですけど、まあでもそれでもさ頑張って働いて得た1600何本とかそんな感じの額のさ時給、
なんかね、いきなり一本と働きね、バイト始めました、時給1500円ですってなったら報われなくないまあ僕よりちょっと低い人でもそうさ、1200円1300円の人も報われないでしょ。ということを考えると、最低時給を上げるっていうのはね、すごい大変 なことというか、多分その1500円になりましたってなったら、1500円の人はその最低ラインじゃないですか。まあ頑張っても最低ラインしかもらえないんだって不幸 な気分になると思うんですよそれは今までもらえてなかったやつがいきなり1500円もらえるようになりましたったらあれだよ。だけどね、頑張ってきた人たちが多分ふるい落とされるんだよなとか思って、で昨日ねちょっとポストしたんだけど、なんかね、一人でいるのがすごい嫌だって言ってる人が、集団の中に入ったんですよ。でその集団の中に入ったらなんか嫌なことがあって、それでいじけてるみたいな。でね、そのみんなで仲良くやれるやつらね、すげえなとか言うんだったらいいけど、どうせ俺はそんなことできませんよみたいな感じで言ってて、でそれについてね、いやそんなことはねえぞって言ってる、俺ももともと苦手だったけど、その人間関係をね構築して徐々に喋れるようになって、でこうやって頑張った結果がやって今があるんだと、急にそんな風になったわけじゃねえよっていう風に返してる人間がいて、まあなんかそれもね、幸せとか不幸っていう、まあそのみんなと一緒にいたいにもかかわらず、みんなと一緒にいられないで一人ぼっちだっていうのはまず不幸ですよね。でそこをね、頑張って集団の中に入ったんです。まあその一人でいるという不幸、僕にとっては全然不幸じゃないんですけどね、は彼にとっての不幸は断ち切れたわけです。ところが集団の中に入ったら、その集団には集団のルールがあるわけじゃないですか。自分の好きなようにはできないし、みんなに気を使わなきゃいけないしでそのね、場合によっては他の人から何か注意される、なんとかさんちょっとあれじゃないみたいなことを言われることもあるわけです。まあそういう風になっちゃったらね、ちょっとその言われたらな、僕もそうですけど、なんか言われるとなえるみたいなところありませんでちょっと減らっちゃったんですよ、その人は。いやだけどお前一人嫌で頑張ってこっち来たんだろって、でその集団も嫌だったら、じゃあお前一人になるんかって言ったら、その人は一人は嫌だって言うんですよ。お前それただのわがままじゃねえのっていうのをね、僕は思って、昨日ポストしたんですけど、まあ多分ね、その人とは別にフォロワーの関係でも何でもないんで、届くことはないと思うんですけど、まあどっかから伝われと思ってね、そういうことをねちょっと言ったっていうね、別に伝わらなくてもいいんですけど、まあそのツイートするネタとしてちょうどいいやって思ったところもあって、まあというようにね、人はね、何かを得たらまたさらに何かを求めるもんなんです。まあね、何か理由があってやっていたことだったとしても、それが達成されたら、それで得られたもののさらに上を目指すんです。それを失うなんてことは考えずに人間ってそういうもんなんですよね。僕もね、小さい頃ファミコン買ってほしかったんす、親に。だけどうちの親ってチーク玩具とかは買ってくれるけど、ゲーム機全く買ってくれない子で人で、で世の中にね、僕16歳で家を出たんですけど、世の中にね、プレイステーションとかセガサターンが出始めた頃に僕がファミコンを買いました。ファミコンですっげー満足してたんです。でもすぐにスーパーファミコン欲しくなって、スーパーファミコン買ったんですよ。でセガサターン買って、でさらにプレイステーション買ったんですよ。でもうその最初のファミコンを買って幸せだった時からプレイステーションを買うまで2年経ってないんですよ。まあそのようにね、でそのプレイステーションを買った何年か後にはもうプレステ2が出ているんですよ。あれ買ったのは2000年ぐらいだったから、多分そっから 4,5 年、まあ 4,5 年は経ってないな、まあ4年ぐらいかな、
4年いないぐらいなんですけど、まあそのぐらいまたラグがあってっていうことでね、まあこれさえあれば幸せだっていうふうに思ったとしても、そのそれを手に入れたらさらに上へと、人間の欲ってのは果てしないものです。どこで満足できるか、どっかでその諦めるというか、自分にとってそれがその本当に必要なものなのか、絶対的に必要なものなのか、そういう過ぎたるを知らないと、なんかでしっぺ返しというか不幸になることがあるんだなという、結局その人もね、欲がどん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 膨張して、だから何食ってもね、これ美味しいこれ美味しい食べてって、なんかそれに飽きたらもうなんか自分の周りには美味しいものが全然ない、不幸だみたいな、そんな感じなんですよね。まあ僕はただのわがままだと思うんですけど、まあね、そうやって人間の欲望って大きくなれば大きくなるほど何かの原動力にはなるかもしれないんですけど、ちょっと違うんじゃねえかなって思ったんで、はい、今日はそんな話をしてみました。ということで終わりにします。はい、以上、パチオでした。バイバイ。